くさん散らかしちゃって。これって、見ちゃダメ。あの、これはお兄ちゃんの。お兄ちゃん、もともとお兄ちゃんの部屋で、エサはいい大学に通ってて、今は遠くで一人暮らしなんだけど。そういうのが好きなお兄さんなんだ。勝手に捨てちゃ悪いから。あ、品だから。そっか、なるほどね。でエッチな方は片付けよう、私も手伝うから。え、できればジャンルごとに。こんなもんかな。さらば我が戦友たち。どうしたの。